ビッグバンの V.I、韓国ツアーのフィナーレを迎えメイキング映像公開、動画あり、写真イコール YGENTERTA。INMENT ソロアーティストとしてカムバックしたビッグバンの V.I が、韓国ツアーを終えて日本に向かう。YG エンターテインメントは20日午前9時、公式ブログを通じて V.I の初のソロツアーメイキング映像、SE。UNGRI 2018-1 ストーンソロツアーコンサートメイキングフィルムを公開した。映像には5年ぶりにソロとして戻ってきた V.I が初めてのソロツアーを準備する姿やコンサートビハインドストーリーが盛り込まれている。映像で V.I は、僕のデビュー後初のソロコンサート、本日で最終日ですが、今日たくさんの方々に来ていただいて嬉しいです。スタッフたちと一生懸命準備しただけに、ミスなく公演を終えたいです、とし、意気込みを表した。今回のメイキング映像には、ソロアーティストとしての V.I とファンの交流が感動的に収められており、観客たちを感動させた。V.I は4日と5日の2日間にわたって、ソウル中、チュン、クチュ、チャンチュン、体育館で初のソロコンサートを開催し、2回公演いずれも完売を記録し、底力を見せつけた。また、15日の耐久、テグ、EXCO を経て、19日の釜山、釜山、ベスコまで、全国ツアーでファンに会い、韓国ツアーを終えた。特に、今回のコンサートは当初ソウル公演だけを計画していたが、V.I の初ソロコンサートに対する熱い反響が続き、全国規模に拡大された。韓国ツアーを終えた V.I は、9月5日から6日福岡、福岡国際センター、9月19日、20日大阪、大阪城ホール、そして今回追加された12月15日、16日の大阪、インテックス大阪5号館でソロコンサートを開催する。日本での初ソロツアーとしては異例の規模である3都市8回公演で、計9万8000人を動員する見込みだ。